女子国際式ボクシング2分6ラウンド、シュガー美雪対ダン智美。さて谷さん、はい、あの女子のプロボクサー同士の、日本人のですね、はい、国内では初ということですね、はい、あのプロの試合、アマチュアでもあのほとんど前例がないんですが、はい、こういったあのプロ女子ボクシングということはですね、ボクシングの方の協会ではちょっとできないということで、はい、あ、今回、あの日本初ということでですね、はい、でシュガーの相手を、まあ、シュガー美雪は今北米チャンピオンのベルトを巻いて今回登場したんですけれども、はい、ダン選手、ダン智美選手の方はですね、はい、デビュー戦、はい、スマートクラブ所属ということで、デビュー戦でいきなりこんなあの世界級のですね、シュガー美雪という強い選手に当てられたということで、はい、相当なプレッシャーがあったと思うんですけれども、非常にいい動きをしておりまして、はい、あのまあテクニック的なことはちょっとあれなんですけれども、前へ前へ出るということ で、 です、ね、はい、非常にいいファイターだと思います、まあ、現在ご覧いただいているのは3ラウンドなんですが、はい、1ラウンドからこのダンずっと引かずに真っ向からシュガーと打ち合ってますね。そうですね、まあ、コンビネーションですね、すごいですね。あのシュガーの方のコンビネーションはですね、それこそ男子の6回戦とやっても負けない、当たらないぐらいのですね、スピードとコンビネーションを持っていると。でシュガーの方も後日談なんですけれども、はい、これほどのあの打たれてもう下がらない選手は初めてだと、ダン選手のことを、本当に褒めてました。やりにくかったと言ってました、まあ、このシュガー美雪バイロンジム所属ということで、はい、親と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうですね、まあ、ご存知の方多いでしょうけど、はい、以前はキックボクシングをやっていまして、ね、はい、まあ、6勝2敗という星を残して国際式ボクシングに転向、はい、国際式では、はい、キックの方ではですね、まあ、同じジムに、UKF 世界一位の神風強子がいるんですが、はい、やはり神風の方が全然強いと、はい、ところがいざボクシングになりますと、体重が全然軽いにもかかわらず、はい、神風よりシュガーの方が全然当てられると、そしてもらわないと、はい、いうことでですね、大変、まあ、ボクシング向きの選手じゃないかと思います、はい。それはクラスでいうと何級になるんでしょうね。ちょっと男子と女子ではウェイトが違うみたいなんですけれども、はい、一応一番軽い。あ、なるほど、名古屋にですね、はい、浅野司っていう女子ボクシングをやる、選手がいまして、はいはいはい、まあ、日本でできないということでカナダ行ってましたね、します、はい、で私と、まあ、いろいろと取材やったんですけども、彼女 の、 そのコンビネーションってものすごく速いんですよね。そうですね、このシュガー美雪と一度やらせてみたいですね。ウェイト的にはどうなんですか。フライですから。あ、じゃあ、はい、続いては4ラウンドです。そうです、結局日本では試合できないんで、そうですよね、はい、みんな外国行ってやることになりますよ ね、 そうですね。今ちょうどスタンディングダウンということで止められたんですけれども、はい、やはりダンの方がですね、ファイティングスピリットではものすごいんですけれども、いかんせん顔を振って入るんですがパンチもらってしまいますので、どうしてもレフリーとしては、はい、ここはちょっと止めざるを得ないというような状況になってますね、これで強弱があると面白いんですけどね、しかしでもデビュー戦ですからね、ダンはデビュー戦でシュガー相手によく頑張ってますよね、はい、結構打たれてるんですけどね、打たれても倒れませんからね、闘志がもうすっごいですよね、もうこうやってカメラで見た映像でもかなり顔が腫れ上がってるっていうのはお分かりいただけると思うんですが、それだけ、ね、はい、パンチをもらっているにもかかわらずどんどん前に出ているのはダンの方であると、それとですね、初試合にしてはスタミナが落ちてないのと、はい、基本的な動作が全く変わってないですよね、この辺は非常にこれはさすがにレフェリーとして止めざるを得ないという状況ですよね、顔をちょっと腫れてますね、私心配で今日電話の、はい、勝又チームに入れてみたんですけど、あ、そうですか、元気に今日も練習に来ているということですので、はい、まあ、心配いらないということなんですけども、はい、今のラッシュはすごかったですね。すごいですね、うん、おっと、ここでレフェリーが止めました。やはり防御ができない以上は、はい、あ、会長が今、はい、会長ですね、はい、そしてセコンドには神風京子とペコちゃんもついてましたね。
まあ、今後ですね、はい、シュガーミユキの方 MA のリングで、ヨーロッパのチャンピオンですとか、はいはい、やっていこうという予定はありますので、これが例の、これは北米チャンピオンの、はいはい、現在シュガーが WIBF 女子世界フライ級1位、はい、で、秋には IWBF 世界タイトルに挑戦という予定になっております。これから楽しみですね。そうですね、ぜひ盛り上げていきたいと思います、はい、女子国際式ボクシングの模様をお送りいたしました。